三菱電機グループの省エネ成果の象徴、パワーデバイス製作所イノベーションセンターについてご紹介してまいります。どうぞ皆様お席におかけいただきましてご覧ください。この製作所は1944年福岡に設立、1978年より半導体の生産を開始、1978年より現在はパワー半導体を世に送り出しています。そして2014年2月パワー半導体の開発拠点としてイノベーションセンターが就航しました。自然エネルギーと当社省エネ製品の積極的な活用により、およそ121世帯分の年間消費電力量に相当する560メガワットの削減を実現。この取り組みが評価され、福岡市建築物環境配慮制度キャスビー福岡で最も高い S ランクを取得いたしました。それでは早速イノベーションセンターの環境への取り組みを、風、光、水という3つのポイントからご紹介してまいります。まず1つ目のポイントは、新鮮な外気を生かした風の省エネです。空調で設定した温湿度と外気が同等で、強風や大雨ではない場合、空調を停止し自動で窓を開けます。この一連の流れにより空調負荷を低減するとともに、室内に心地よい風を感じられるようになります。そして2つ目のポイントは、太陽光による光の省エネです。室内空間では照明の消しやすりや窓際が明るすぎるなど無駄が発生しがちです。そこで人感センサーと照度センサーを利用して、自動できめ細かい点灯や消灯を可能としました。また北向き以外の窓の上部にライトシェルフも設置、室内に導かれた太陽光で天井面が明るくなった分、照明を絞ることができます。また夏場は日差しとなり空調負荷も低減、自然の光を活用して省エネに大きく貢献しています。さらに屋上緑化や30キロワットの太陽光発電システムにより、およそ7世帯分年間34メガワットの省エネを達成しています。ただいまご紹介いたしました風と光の省エネの鍵を握るのが、ビル設備運用システムファシーマ BA システムです。このシステムは各種センサーのデータを集め、空調、換気、照明など施設内の全てのデータを監視・制御することで、風と光の省エネを最適化しています。こうした自然環境と最新の省エネ機器も組み合わせることで、パワーデバイス製作所の3つ目のポイント、水の取り組みにもつながっています。パワーデバイス製作所は校内を松本川が縦断しています。このせせらぎを維持するために、生産設備の冷却に使用した井戸水を排水処理し、きれいにした後一部を川へ流しています。また設立当時から松本川では、うなぎ、カモ、日本メダカなどきれいな水を必要とする生き物が工場の生産設備と共存しています。さて三菱電機のパワーデバイス製作所はこれまで、家電、自動車、鉄道、産業機器や太陽光発電で活用されるパワー半導体を生産し、省エネに貢献してまいりました。今後さらなる省エネ化が期待される新しい材料、パワー半導体を搭載した機器によって省エネ、省スペース、省資源化を牽引してまいります。ぜひご期待ください。